どうもです。よろしくお願いいたします。この動画では演技講師兼俳優の浜本信弘が日常生活に簡単に活かせる表現方法をお伝えしております。チャンネル登録、グッドマーク、何卒よろしくお願いいたします。本日のテーマはですね、言葉ですね、言葉について話していこうかなと思っております。表現する上で言葉っていうのは大半な割合を占めております。重要な割合をね。つまりはまあドラマ、映画等々もセリフって必ずありますよね。セリフイコール言葉でございます。なので何かを表現する上で言葉っていうのはとっても重要なんだということでございます。そしてその言葉を日常何気なく使うんでなくて意識して使ってるとその方の日常がより豊かになって笑顔が増えますよということでございます。例えばですけどもですね、ここに言葉例題が3つ用意しました。この今からお見せする言葉ってどんな時に使ってるかちょっと想像してみてください。読みませんね、今読みません。後ほど読みますけど、まずは皆さんで読んでみてください。はい、では読みますね。これね、ながらで聞いてるというか、動画をながらで聞いていただいてる方もいると思いますね。読みますね。やっぱりね、わかってたさ。いつもこうなんだ。やっぱりね、わかってたさ。いつもこうなんだ。まあこれ例題です。この言葉っていうわけじゃなくて、これ系の言葉を使うときに皆さんはどんな状況で使ってますかっていうのをちょっと想像してみてください。この言葉ってね、大体の方がですね、まあ表現する表現者がセリフに起こすときとか、確率論としてこういう言葉を使うときって、マイナス面のときに使うことが多いです。要は自分で自分のことを卑下するじゃないですけども、ネガティブに考えるときにこの言葉って使いがちですね。なんだセリフの雰囲気で言うと、やっぱりね、とか、分かってたんだよ、とか、いつもこうなんだよな、とかっていうシーンにこの言葉使われがちなんですけども、言葉変わらず、この言葉たちをですね、明るく使うんですよ、意識して。これね、例えば信号とかが分かりやすいですね。例えばですね、世の中、日常の皆さんにこういう言葉使うときって、信号で、赤信号ってまあね、安全運転のために止まることって大事なんですけども、ついついこう、日常の中でね、生活サイクルの中で、今日赤信号多いなーっていうときに、やっぱりね、赤ばっかなんだよ、とか、いつもこうなんだ、赤ばっかなんだよ、っていう沈む方向に使うんじゃなくて、青信号ですね。例えば青信号で気分よくスーって行く日もあるじゃないですか。そういう時に、やっぱりね、いつもこうなんだよね、俺、私、青信号なんだよね、やっぱりね、っていう風に使うってことですね。こういった言葉を、上げ上げっていうか、まあ、陽の言葉として使う。陰の言葉じゃなくて、陽の言葉、ポジティブに使う。これ簡単じゃないですか。こういう言葉をポジティブに使うだけで、日常が本当に楽しくて、生き生きしてワクワクしてきますので、これ簡単なので、ぜひですね、こういったワードをちょっとご自身の中で探してみて、ついつい、で使いがちな言葉を明るい時に使うってことです。明るくする。言葉を明るくするだけで自分の心が明るくなりますよっていうお伝えする今日のテーマでございました。ぜひですね、試してみてください。ということで、浜テレビチャンネル登録、グッドマークよろしくね。またね。浜テレビチャンネル登録、よろしくね。